あれですね、高島パーク、4月4日日曜日、雨。で、今後ね、この後、高島パークに来るかどうか迷ってる人のために、あれなんだか、今ね、リフトから、カミカミでごめんなさいね。リフトから、積雪状況を、見ていこうと思います。今ね、2時50分ぐらいかな。3時前です。はい。ベータライナー、違う、ダイヤモンドクロートリフトの乗り場、こんな感じです。土見えてないですね。で、こっちはもう行けないようになってます。こっちは行けません。こっちは閉まってます。チャンピオンクロートリフトは閉まってます。はい、こんな感じですね。はい、今日はスキー履いてますね。はい。さあ、どんな感じか行きましょう。GoPro で撮ってるから、GoPro で撮ってるんで、アップするのは夕方になると思います。はい。2時45分ですね。だいぶ高くなってね。だからね、明日、昨日のさ、より、多分ね、15センチから20センチ下がりましたね、今回の雨で。で、ここね、ここはね、閉まってますね。ここ閉まってます。はい。で、あそこのね、あそこのリフトから、こっちで行けます。だからゴンドラ乗らなくても、あそこのね、パノラマクワッドリフトを降りて、そこの通路を通って、今はね、この、ダイヤモンドクワッドリフトに乗れます。はい。で、パノラマコース、ゴンドラ降りて、右も左も真ん中も全部今は滑れます。はい、今はね。だからパノラマコースからこっちのダイヤモンドクワッドリフトの方に来れますね。はい。さあ、スーパーコースと、あとエコー、エキサイティングじゃない、名前忘れたな。のコースの雪状況を見ていきましょう。多分ね、スーパーコースのコブ斜面、雪見えてないと思いますね。まだね。雨がもうね、ちょっと強めというか、ちゃんとした雨がずっと降ってるから、だいぶ溶けるよね、今回。だから明日も雨なんかな。明日も雨っていう天気予報と、雨じゃないよっていう天気予報あるから。微妙ですね。よし、窓口車から、この、ダイヤモンドコースを移してから、一遍切りますね。ダイヤモンドコース、コブできてるんか、潰れてないな。あ、コブできてるんだ、レールコブできたまんまだね、多分。潰れてないですね。だから整備してないんだね、今日。昨日の夜とかさ。滝がすごいですね、滝が。あ、この辺も崩れたな、今回の雨で、だいぶ。20センチは下がったな、多分。